のぞむさん、朝なんですけどね、はい、いろんな種類があるんですって。朝っていうのは木や草に含まれる繊維の総称で20種類以上あるっていう風にね、調べてみたら20種類以上あるんですか。そうなんですって、まあ、そんな20種類全部は知らないんですけれども、どうやら朝がチクチクゴワゴワするイメージっていうのがヘンプって言うんですって。ヘンプ、うん、あの多分ねコーヒー豆入れる袋ってわかります？はいはい、朝袋フィルター、うん、あそうじゃなくて、あの豆自体を保管するために、あのこう茶色のゴワゴワした袋があるんですよ、はい、あれがね多分ヘンプなんじゃないかなって思うんですけども、そしてね今度朝がくしゃくしゃシワになりやすいっていうイメージなのは、そういうのはラミーっていうラサなんですって、で今私が大好きって思ってるあの洋服にしたりするリネンっていうのは甘、さっき言った甘ですよね、それのフラックスっていう植物の茎が原料になっている朝のことなんですって。でね、このリネンっていう生地にはものすごいいろんないい特徴が あるんですよ。でそれを6つ今日は紹介しようと思ってるんです。理念豆知識みたいなね、すごいいいですね。その1、はい、吸水性が抜群なんです。水をいっぱい吸うんですね。あのコットンに比べたら4倍の吸収性があるそうなんですよ、そしてさらっとした肌触りなんだけど水をシュッと吸ってくれて、で乾かすのもあの吸うのが早い分の発散するのも早いので、水を吸いやすく、そしてあの乾燥しやすいっていう、そういう特徴があるそうです、2つ目の特徴、それは汚れにくい。ね、リネンの繊維にはペクチンっていう成分が含まれてるんですって。でこのペクチンがリネンの繊維をコーティングしているので、汚れがつきにくいっていう特徴があるんですって。で3つ目の特徴、それは丈夫で長持ちなんです。いいですね。そうなんです、この繊維ね不思議なんですよ。水に濡れるとねキュッと硬くなるんです、私も。そうなんですか。そう、自分で洗濯してて思うんですけども、あれ水に濡れたら随分硬くなっちゃったって思うんですね。でも乾くとまた元の柔らかい高い生地に戻るんですね。だからとっても丈夫なんです。なのでね、私ねこの一度リネンを使って布巾を作ったことがあるんですけど、ものすごく便利なんです。なんでかって言ったら、こう水を拭き取るとすぐに水を吸ってくれるでしょ、で干しておくとすぐ乾くじゃないですか、でこう布巾っていうのは絞ったりこうシワ伸ばしたりって結構ハードに使うんですよね、でもそれでも悪くならないし、そして汚れもつきにくいっていう、本当にねいい生地なんですよね、で4つ目の、特徴、これはね変化するんですって、色が。もともとの色の亜麻布のその生地をずっと使い続けていると、その色がどんどん変わってきて、それも楽しみの一つなんですって、だから昔の王様っていうのはきっとね、そういう色の変わり具合とかも見てて楽しいと思って自分のお洋服着てたのかななんて思うんですよね、そして使うほどに柔らかくなっていくんです、これね洋服って普通着れば着るほど洗濯するので、こう傷んでいくっていうイメージがあるじゃないですか。よれよれ、ね、そうそう、よれよれになる。でもなんかねリネンの柔らかくなり具合っていうのはすごく心地よくなっていくんですね、だからリネンってその使っても使っても傷みにくいし汚れにくいし、柔らかくなって肌に馴染んでくるっていう、そんな生地なんです。いいこと尽くしですね。そうなんですよ。そしてねこのどの季節でも着やすいって、まあちょっと私の調べたやつにそう書いてあったんですね。冬でも私冬はちょっと寒いなって思うんですけど、なんかリネンの繊維の中には空洞で空気が含まれているそうなんですね、だから冬にはそこに空気を溜めるので、冬でも着やすいっていう風に書いてあったんですけど、ちょっと私冬は寒いかなって思うんですよね。そんなわけでこう洋服だけじゃなくて生活用品にもリネンっていうのは広く使われているわけです、例えばベッドのシーツですとか枕カバーとかタオルとか、ホテルに行くとリネン室ってあるの知ってますか？ ありますね、よく聞くリネン室。そうなんですよ、ああいうこう生活に使う布物を保管している場所がリネン室っていうそうなんですね。だから私ちょっとたくさんリネンが入っている押し入れね、さっき言ってたね、あれリネン室なんじゃないかななんて思ってね家にリネン室ですか？そう、なんか、まあ、あってもいいけどちょっとどうかな、ちょっと高級ホテルにあるじゃないですかリネン室って、ね、だからなんか自宅にリネン室あるってすごいななんて思いながらいるんですけれども、
まあなんていうかこの神様が作ったね良いものっていうのは、うん、廃れることなく今の現代の世の中でもいいものとして残っていくんだなってすごく不思議に思うんです、うん、だから私はこれからもリネンを楽しんで、そしてリネンを大切に大切しながら神様ってすごいなって言い続けていこうと思ってます。